福井テレビに今年入社した新人がアプリ PR のためお出かけしてきたよ。やってきたのは道の駅南越前3階里。中に入ると名産品がずらり、地域のグルメや農産物、道の駅限定商品も多いです。イートインコーナーも充実。新人の田辺が選んだのは富津金時をあげたスティック。1日50カップ売れることもある人気スイーツです。うん、美味しいし食べてから、どうしよう。松本は季節限定のあまおうのソフトクリームをセレクト。おすすめを見つけたら福井テレビアプリの投稿機能クリッポに投稿してね。アプリ詳細はコメント欄にリンクが貼ってあります。